今日何をやるんだっけ。そう、ね、ブレゾンとか以降の話を、うん、要するにまずは俺の回として、うん、この次は錦やるでしょ、うん、で俺の回をやろうと、うん、ね、うん、いうことで、で俺がブレゾン終わってから何をしてたかという、うん、何やってたの、何やってんですか。もちろんほら、ね、渡る世間とかさ、そのドラマそういうのももちろんあったし、うん、でもエンドレスショック定劇にね、光一と一緒にね、うんうん、やったやったやった、オーナー上くせ、俺も見に行ったからあれ、うん、あの時にほら、うん、でもあの屋上から落っこっちゃう役だっけ、うん、話してる後ろに落っこっちゃう、それはない、そんなことはない、あのね、落ちなかったんだよ、落ちてない落ちてない、落ちればいいなと思って見てたから俺そう落ちた方がいいんだよそう、俺なんか落ちちゃった方が逆にさ、みんな、うん、みんなあの俺の方がいない方がいいというような感じだったんじゃないかなとは思いますけどね、光一見に来てんだもん、俺なんか見に来てるわけじゃないからさ、早く死んでしまえとか思ったりもいるかもしれないしね、うん、で多分さ、あの時って正月終わってすぐにあの多分ジュニアかなんかの舞台があって、うん、その後に、うん、あの高一のコンサート、うん、コンサートでその舞台があったんだと思うんだけども、うん、その前のやつっていうのは認識が出たりなんかしてることがあったわけ、うんうんうん、でたまにこう、俺だってあの滝沢革命だから、そうでリハがなんかでちょっと認識と顔合わせたりなんかしてたわけ、うん、あのね定劇っていうのはね皆さんね、あそこはだからちゃんと劇場でね、あの上に稽古場を持ってる劇場でね、あれはいいよね、だからあの実尺って言ったあの同じ寸法がね取れるあの稽古場があって、そこでだから僕本番やってても、うん、あの9回行くと植草があのリハーサルやったりとか、結構あの時ねものすごいだから人数からあのジュニア含めてジャニーズ事務所勢が200人ぐらいいたんだ、あのいた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 いショックもすごく思い出に残ってんだけども、うん、高一って、高一自体がだから僕はテレビ番組はね、うん、何回か一緒あるけどさ、うん、作っててどういう人間なの高一っていうのは。あのね、真面目な子だね、うん、真面目だし、うん、そのやっぱりそのうるせえんだよあいつとか言ってなかったっけ。言ってないやってない言ってない、やめてよ。 F1 好きなんじゃないか。 F1 が好き、 F1 が好き、まあそれはそのまたその個人的な話になるんだけど、うん、俺も F1 好きだったから、うんうんうん、だからそういう話ももちろんするんだけど、うん、実際あのジャニーさんから電話があって、うん、あの高一のそのショック手伝ってくれないっていう話がありました。であって、でまず俺何すんのって言ったら、うん、何すんのおかしい、そうそうそう、俺何やんのと、歌と踊りが何、出てよ出てよ出てよしかない出ててよって、でどうすんのって言ったら、いやあのねちょっとね優が入ってなんかこうむちゃくちゃにしてくんないみたいなむちゃくちゃ良い、そう言っていいのかなこんなこと、うんうん、要するに崩してほしいと、うんうん、ああで要するに僕はねって、その少年隊がやってたようなあのショックが好きなんだと、うんうん、なんでその俺が入ることによりちょっといろいろ変えてくんないっていう話をジャイさんから来たわけ、うんうん、でいやそれ変えるにしてももともと俺は聞いてるけども、その高一はずっと同じことずっとやってるわけでしょ、うんうん、でそれを同じことをやってみんなにちゃんとこの話はこういうことなんだっていう伝えたいことで、俺らのやってたプレゾンっていうのは毎年違うことをやってた、うんうん、だ多分そっちの方向にジャニーさんはしたかったのかなとか、いろいろ考え方っていろいろあると思うんだけども、うん、その濃い話まではしてないんで、何しろもう変えてよ、うんうん、もう本当に優が出ちゃえばいいだけだから、うん、フリーだけ、そうもう優に頼んだよ、うん、ガチャンみたいな感じなわけ。そもそもでもさ、エンドレスショックってタイトルついてんだけどさ、うん、実はショックってプレゾンじゃない、うん、そうでさ、これ俺は こぼれ話でさ、聞いたんだけどさ、高一、うん、がさ、俺忘れてたんだけどさ、うん、クジラのシーン、例のクジラの船長のがさ、上で青山議長の上で喋るシーンとかさ、うん、やったことを覚えてんだけどさ、はいはい、で小市がね、衣装さんが見て、うん、持ってきた衣装にものすごく文句つけてんだって、うん、何言ってんのかなと思ったらね、違うんだよ、ここは緑だ、緑そういえば錦緑着てたもんね。でも俺緑って言ったって、緑は色とってもいいのよ、あれ下に着てる黒のやつを何だろう消すやつ、そうそう消すっていうかさ、バレないためのただ、うん、あれおそらくあれ緑しか売ってなかったんだと思う、ね、その長いやつっていうかさ、なるほどね、それをこだわってたって聞いてさ、うん、見ちゃってるね。だけどすごい嬉しいことに、ほぼほぼ俺らのそのプレゾンは小市は見に来てたらしい、うん、子供の時から、うん、でそれでやっぱりそのミュージカルっていうものを面白いと思ってて、で俺らがこうずっと最後までやってたけども、それも必ず見に来てくれて、うん、もう毎回毎回俺らの
ミュージカルを見て、うん、それでヒントを得ていろんなものをあの入れて、うんうん、で今のエンドレショックにしてるらしいんだけど、うん、だから俺らがやってたショックとはまるっきりちょっと違うものになってるんですけども、うんうん、でも実際問題は要素的な部分に関してはここ美味しいところ、うん、あここなんか俺たちやってたなとか、うん、ここであこれなんかあったなとかっていうものをうまくこう入れて、うんうん、入れてやってるような舞台だったかなと思うし、うん、よく勉強してるっていうか小泉の時にだからさ、うんあのラスベガスのショーをやってるそのマジックのさランスバートン みたいなさそのランスバートンバリなことをやってるんだよ ね、 そう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 、うん、だからすごいなと思ったしでやっぱり俺らは3人だったけど1人でやっぱり俺ら3人分ぐらいやってるような勢いでやってるわけですしだからすごいし体力的にもね、うん、こんなことやってるの大したもんだなとかって思ってますし要は本当にあのなんだろう多分話とかそういうのはすごくあのストレートで分かりやすいし、うんうん、でその中にやっぱりそのアクロバティックだったりとか盾だとかそういうものを入れてあの本当にまさにそのジャニーさんが見せたかったようなこともやってたし、うん、あの見てるのも面白かったし出てる方もわりかし面白かったかなみたいな舞台だったしだから自分のやったことってその日になんか DVD かの焼きつけてもう楽屋ですぐ見てるね、うんうんうん、で見てそれで何が悪かったその日に何が悪かった何が良かった、うん、音がどうだったかっていうことも、うんうん、次の日に生かすもうその日にもう、うんうん、次の日に生かすためにもうその日に見てるね、うんうんうん、いや俺たちは考えられないことだよね、うん、だそういうことまでちゃんとやってるからあ大したもんだなってでもそれはこのエンドレスショックだからショックって名前を引き継いでるっていう気持ちの現れっていうかう、ね、少年隊とかジャニーさんっていうものを、うん、あの継いでるって、うん、だって名前変えてもいいわけじゃないこのタイトルは、うんうん、まあ座長として、うん、もちろんそうなんだけど、うん、ちゃんとしっかり務めてたのかなと思いますよね、うん、これもさ資料によるとさこれ随分難しいのもやってるじゃんあの、これ青井さんだったんだけどさ、うん、あれ朗読ラブレターズ CWSME ねラブレターズ、ね、ラブレターズ、ね、朗読劇、はい、でこれってさいろんな人がそうそうたる方がいろいろやってるやつだよねラブレターズってねそう、うんうん、でやるときにこれ あんまり前の人のやつは一応残してあるらしいんだけど、うんうん、見ない方がいいですよっていうわけ、うんうん、そうするとそれと同じようになっちゃうから、うんうんうん、その俺なりのものをやってくださいって話になってあれ手紙でやり取りするだけだからさ、うん、それも何本か他の人のやってるやつ見に行ったんだけど、うん、ラブレターズってねこう本当だからあれはだから今で言うそのコロナ対策の演劇じゃなくて昔からちゃんと朗読劇としてなんかピンスポみたいなそうそう市民権持ってるちゃんとしたやつなんだよね青井さんが本当自分がねあのご自身で、うんあの翻訳した、うん、あの台本なんでねそうかそうかそうだよね最初バーッと本を読んだ瞬間、うん、これ何なんだろうってわざわざ俺聞いたらやった人も知ってるけどそうそうそう聞くとだから基本的なだから稽古もそんなにそうだろうなずっといやそのどっちかっていうと手紙、まあ、初見のようなそのたどたどしさがまた良かったりとかそれがその人の味みたいな、うん、やる人によって違うっていうのがあってね、うん、読みながら自分と同調させていくみたいな感じなのそうそうだけども芝居をしちゃダメなの、うんうんうん、要するに心を込めて読んじゃいけないわけでも恋心を沸騰させないとだからそれはもう淡々と読んだ中でそういうふうに相手のその見てる人側に伝わればいい、うんだから芝居しちゃいけないと、うん、だから例えば芝居の中で本当に興奮しても、うん、なんか大げさにこう読み上げたりとか大げさに体でアクションしちゃいけないとかそういう風なのしかもこれ見ると一発一発だよだから一発オンリーリハーサルも1回か2回ぐらいしかやってないの、うん、だからまあわざとそういうことなんですよでもそうそうそうラブレターだと日にちが経ってく、うん、今日のラブレター、うん、昨日のラブレターみたいなだって日にちってそれ 年を追ってくるから、うん、それはねそこで変わるとかいろんなこと考えたの、うん、それともただもう持ってあれは多分あのねセリフの分量とかさやっぱ手紙だから、うん、やっぱり半端ないんですよ、ね、だそういうのってあんまりその感情を乗せるってそれをちゃんと切々とただ伝える方が染み渡るからそういうことなのだから、うん、僕見たら同じ台本だと思うんだけど
あのものすごいセリフの量でしょ、うん、で見たら高橋由美子ちゃんと、うん、高橋由美子ちゃんと植木さんの台本の厚みが違う、植木さんの台本すごく厚もったのよ、うん、見たら全部ひらがなだった、うん、そうだお前くらい厚もったい同じ向こうはペラッとしたのこうやってやってる植木さん同じだってページめくる頻度がすごかった同じだあるね、あるね、ひらがな用台本ってのあったもんね、多分ね、あんまりリハーサルをやっちゃいけないと、うん、やり込んじゃうとこう芝居じみちゃうから面白くないからと、その認識の言ってる通りなの、うん、でも顔合わせを高橋美子さんとしないとその愛着と愛情っていうのはどうだから、それがこう離れてるわけ、離れて、うん、どっちかに座るわけで、こう、うん、ここにこうなんか間があって、うんうん、でここにお茶があって、うん、でこう水があって、こう飲みながらでもやってもいいんだけども、うん、離れてる距離感があるわけ、うん、結局そのあのなんだろう、そのそばでやってる風じゃないんだよ本当は、うんうん、だけどそばに手紙の手紙だからね、そば、うん、にいるんだったら手紙だから出さない、そう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 、だからそれは別にその感情は、例えばその手紙を読んでる中の感情はあったとしても、うん、要するに表現としての感情はいらない、うんうん、だから終わった後もう終わってんのにもかかわらず、反省会みたいなことをやるわけ、うんうん、もうないのに、そう、うんうんうん、でそうするとたまたま俺の場合は普通に読んでたなんで笑うの普通に読んでたからあのさえ、なんかわかんないけど教えてくんないそれ笑ってることを教えてほしいわみんな今これ見てる人は今笑ってる話を聞きたいなと思うよ、誘われ笑いよく引っかかったんだけど誘われ笑いしちゃったよだから俺は普通に読んでたし、うん、別に台本は読んだよ、うん、でも読み込んじゃいけないって言われた分で、うん、俺もうストレートだから、うん、そういうのって、うん、読み込んじゃいけないって言ったらそれは読み込まないよ、じゃあ、うんうん、だから噛むのだけは気をつけようと思うわけじゃん、うんうんうん、そしたらね、やっぱり最初って緊張すんじゃん、うん、で、噛まないように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 って読んでて、俺2行目でも噛んだの2行目で噛んだ瞬間に開き直っちゃったの、ね、ああもうよかったと思って、うんうんうん、でもそっからもう普通にタタタタタタってもう読むようになっちゃったんだけど、うんうん、も感情入れちゃいけないから普通にもう本当に読んでるって感じだった、うんうんうん、で多少やっぱりほらね、こう仕事してるから多少は少しこうなんかこう強弱つけるかもしれないけども、うん、相手方の彼女が結構あの芝居に入っちゃったらしいんだよね、うんうんうん、そうするとこう反省会の時にちょっと気持ちが入っちゃいましたねってその彼女の方に話がいっちゃうわけ、うんうん、そしたらあれはよくあれだったなとか、葵さんまだ生前だった、うん、生きてた、で葵さんがずっとそれを言うんだけど、ウィクサさんはすごくなんかうん、あのすごくそれ役にぴったりハマってて、うん、素敵だったと思いますって言われた瞬間に、俺は別にそこまでとかって思いながらね、でもなんか奈穂のイメージだと今聞いたら、うんうん、まあ、お相手の方っていうのは割と線が細いから、うんうん、当てていかなきゃいけないからいろんなこと試すと思うんだよね、うんうん、でも植草がその音程で言うとじゃないけどさ、あの幅が広い中をどこやってもいいぐらい、うんうん、あのあれがあるじゃん、うんうん、なんかレンジが、うん、だから朴突にしててもレンジを作れたんじゃないかな、自然にね、多分もしかしたらね、うん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 、だから別に自分で何かこうしようとかああしようとかどうしようなんてことをやらずに普通に淡々とやってたことが逆に良かったなって思います。だから錦の言った通りに本当に気持ちが入っちゃいけないんだよって、本当にその通りね、うんうん、あんまり言っちゃいけないんだよね、そうそうそう、本当にだからよく分かって、ね、邪魔すんだよね、邪魔しちゃうんだよね、そうそうそう、てかラブレターって書いたことある上でやってる、ないないよ、ラブレターってそんなめんどくさいこと書かないじゃない、書いたことあるの、あるよ、はい、書くとかするのはだって多分嫌いなのだ